一言で言うのは難しいけど、でもやっぱりずっと今が一番いいって言ってここまで来れてるから、きつかった時もしんどかった時も含めて、なんていうか、まあでも必要で起こってるし、自分が次のステージに行くためにこういうふうなことが起こってんだなと思えば、うん、なんかそういうことも全部含めてインビテーションになるっていうか、その次のステージへのチケットのための生みの苦しみみたいなことなんで、うん、なんかずっと冒険してずっと今最先端、自分自身のなんかこう燃える火の先っちょみたいな、そういう気分で来れてるんで、まあ本当に幸せだなと思うし、楽しくないことも含めて楽しく来れてるなとは思えるんで、うん、まあ人それぞれだと思うけど、俺にとっては、うん、自分が楽しいか、自分自身の真ん中でバランス取れてるかどうか、これをやったら自分が自分じゃなくなっちゃうんだったらやんないし、自分がワクワクしないだったらやんないし、うん、でもなんか多少我慢してとか、多少自分らしくなくてって思うようなこともなんか年々、なんていうかな、芯は変わんないけど、その幹っていうか自分自身のその年輪みたいな感じでどん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 大きくなってきてる中に、10年前に無理と思ってたことはもうすっぽり収まってて、別にこの仕事しようがこんなことしようが自分が自分じゃなくなっちゃうってさらさら思ってないから、これもこれもできるって、それは自分の芯が多分ここなんだなっていうのがより明確になってきた分、横にどん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 でかくなれてると思うから、これをやったら自分じゃなくなっちゃうかもとか、これをやったらなんか間違ってるんじゃないかとか、これをやったらフェイクって言われるんじゃないかとかっていうのって、究極自分に自信がないから誰かに聞いてるわけじゃないですか。これやったら俺フェイクですかとか、これやったら俺間違ってますかって、それ誰に聞いとんねんって話で、そのアドバイスとして聞くのはいいけど、絶対他者は答えを持ってないと思うから、そこがやっぱり年だんだんいって、まあ、40になって思うのは、それはすごい強く思います。まあなんか自分の表現っていうか、まあ、俳優やって、役者やって、レゲエ DJ やって、モデルやって、まあたまにはミュージックビデオ撮ったり写真撮ったり、まあ、最近してないけど、でもなんかそういうの全部自分の表現だから、見せ方は変わったりするけど、モデルやってる時は服がメインだし、その服がよりよく見えるように着る、でミュージックビデオやってる時は自分自身がよく見えるようにいる、で役者やってる時はその作品、その役がそこにいるように、その作品が生きるように、で見せ方は変わるけど、でも結局なんか自分自身の一つの根っこから咲いてる違う花だから、うん、全部好きでやってることだし、まあ自分を信じて自分の好きなこと、自分が楽しめることをする、やっぱみんな人だし、そういう意味でその自然体っていうか、みんな同じ土俵にいて、ある意味ね、得意なことは違ったりするけど、みんな平等に同じ場所に立って、地球の上に立っててって思えば、なんていうか、おのずとなんか大事なことは見えてくるかなっていうか、原点と最先端は同居してるはずだから、してるべきだと思うし、その原点がなかったら最先端もないから、でもそれってなんかすごい矛盾してるようだけど、その矛盾が一つの場所にあるようにバランス取ることが大事で、それができればすごい力出ると思うし、
遠くまで行くとか上がれるとこまで上がるとかじゃなくて、どこまで自分の奥に行けるかっていう、上上より前前より奥へ奥へっていう方が、その上も前も全部ひっくるまってると思うんで、それこそ原点だったり、じゃあ突き詰めたら何のためにここに生まれてきたのかっていうところまでクリアになって、クリエーションできたり生きていられるようになれたら、なんかすごいハッピーとかももう超えてるような、なんかそれがやっぱ一番大冒険なのかなと思います。人生という名の大冒険、日常という名の大冒険、奥へ奥へ、アドベンチャーキングアンリミテッド。